今からピンク色、本田孝海です。今回は名古屋市中区で感動ご飯の相手を探します。 CBC テレビのゴゴスマっていう番組の取材をしてるんですけど、感動したご飯なんかありますか？奈良満ってお店の松茸の土瓶蒸しが感動しました。松茸来ました。味がすごい濃くて、松茸松茸感が、はい、やっぱそこは感動ポイントはそこら辺です。感動です。国内だけにはとどまらず、海外にも展開している日本料理の名店、秋の味覚を代表する松茸のお味はいかに？どうもありがとうございます。なんともう上品なオープン。あら、本当に開けた瞬間からいい香りがしますね。来ました。ではいただきます。なんという香りでしょうね。高貴な香りがズドンって抜けてくるんですけど、味わいそのものは優しく口の中に広がってくる。また柔らかいですね。土瓶でしっかり蒸されてるから食感がとてもいいです。でお出汁をいただきましょう。出汁そのものの美味しさもちろんなんですけれど、そこに松茸の旨味と香りまで染み出してて、いや非常に美味しいです。こんな贅沢な一杯ありますか？香り高さに感動しました。ごちそうさまでした。